綺麗だね。バレット・ウォレス、ティファ・ロックハート、クラウド・ストライフ。見てこれ。お仲間はスラムの花売り、実験サンプル。なんなのこいつら。いよいよ本格的な指名手配ですね。いいと思います。そんなことじゃなくって、どうしてわしが配達するの？宇宙部門統括なのに。信頼されてるってことじゃないですか。どうした？行くぞ。チャレンジャーだ。ようこそ、黄金の楽園ゴールドソーサー。私は園長のディオ。若者よ、名前はクラウド。よろしい。では勝負だ。どういう若者よ、勝負の瞬間とは突然訪れるものだよ。いいですか、お二人さん。クラウド、負けるな。まずは軽く練習といこうか。オーイエーカモンよっ来なさい。さあ本番だ。かかってきなさい。いやはっカモンふっあふっふっ来なさい。ふっ決めてやる。クラウド、さすがだ。やるな、若者。おっそれでは今宵のチャレンジャーに今一度盛大な拍手を。じゃあクラウドやるじゃん。えっ、これはささやかな例だ。ゴールドソーサーを存分に楽しんでくれたまえ。ありがとう。別にクラウド慣れてるもんね。この前なんかミツバチの館でエアリス。おっ、なにどこも冒険の楽園ゴールドソーサーへ。では私たちも楽しんじゃいますか。遊んだじゃねえか。じゃあ多数決。ちょっとだけ遊ぶの。賛成の人。はーい。はい。いや、しゃ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 。クラウドは？俺は。今のうちだ。楽しめ、クラウド。クラウド、休んだ方がいいと思う。いや、大丈夫だ。別に遊びたいわけじゃねえんだろ。おとなしく宿で休んどけ。分かった。じゃあ私たちも行っちゃおう。こっちこっち。ちゃんと休んでね。ホテルはこっちか。今のうちだ。魔法が尽きればここは終わり。なんだよ急に。あんたの専門だ。な、そうだ。そういうこと。確かに今のうちだ。バレット。ヘイユー、けったいな顔してますな。お二人さん、よかったら占いましょうか。明るい未来、愉快な未来。あ、悲惨な未来が出たら堪忍してや。こっちこっち。僕は占いマシンロケットシーン。よろしゅう。ぬいぐるみのロボットか。よくできてんじゃん。お兄さんスマイル。ここは日頃の面倒事を忘れて楽しむ場所やねんから。ほら笑って笑って。うるせえ。クラウド、はねえのか。このホテルはよ。ルームサービスもおすすめよ。なんだ、誰もいないのか。すいません。いらっしゃいませ。驚かすんじゃねえ。申し訳ございません。部屋はあるか。男に女さん、あと動物市。ペット様はどういった種類でしょうか。男さん、女さんで頼む。かしこまりました。それでは。おっと、申し訳ございません。本日満室になっております。んだよ。他の宿は。申し訳ありません。本日ゴールドソーサーにあるすべてのホテルが満室となっております。はあ、もしもし、お困りですか。またお前か。よければ僕が部屋用意しましょうか。ぼったくろっての。そんなことしませんって。なんやったらお題も僕が出させてもらいます。余計に怪しい。手繰り深い人やな。君、悪いけどもう一度確認してんか。たった今キャンセルが出ました。ドンベリルームとエリゴルルームでしたらご用意できますが、いかがいたしましょう。親切は気持ちええわ。ほんなごゆっくり。はは。さよなら。お部屋は4階になります。階段を上がった先のエレベーターをご利用ください。占いはどうですか。皆さんの未来占うでー。占うのは未来だけなのか。バカにしたらあかんで。うせ者うせ人なんでもございや。かつて英雄と呼ばれたソルジャー、セフィロスはどこにいる。ほう、セフィロスですか。よっしゃー、ほらいきません。にゃ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 。中吉、活発な運勢になります。周りの人の行為に甘えてひと頑張りしておくと、夏以降にドッキリな予感。これがセフィロスの居場所か。変やな。ちょっと待ってや。ワンモア。忘れ物に注意。ラッキーカラーは黒。もういい。あ、いやいや、もっぺんやらして。あ、ほら頑張るんや。ドライしました。求めれば必ず会えます。しかし最も大切なものを失います。えんか悪いんかようわからんな。どうした？最も大切なものってなんだろうな。めんどくせえこと言うんじゃねえ。えらいすんません。いつもはもっとうまくやれるんやけど。地獄行きのエレベーターにようこそ。4階を頼む。ああ、はい。それでは4階に参ります。うっひょー。うん、おお、ん？パルナーで予約が入っているはずだ。宇宙開発部門統括。ああ、はい、しばらくお待ちください。キャンセルされてますね。は？どういうこと？予約いただいておりましたドンベリルームとエリゴルルームですが、先ほどパルマー様よりキャンセルを承っております。そんなはずは。どうかした？部屋がありません。いや、足の名前出した？もちろん。じゃあ遊んでくる。大人のコーナーはどこ？どこ？4階です。それでは当ホテル自慢の部屋を存分にお楽しみください。おもちゃかよ。ジョニーの安宿が恋しいぜ。俺はちょっと出てくる。ああ、遊ぶんじゃねえ。散歩だ、散歩。お前はちゃんと目閉じて休んでおけよ。ほんと時々変だからよ。ああ、そうする。疲れてるのかもな。ごめんな。何もしてやれなくてさ。プレイステーション。